こんにちは、モミです。任天堂で長年パワハラを受けてサラリーマンを引退、今はタイパタヤでセミリタイヤ生活しています。今日もパタヤのビーチロードに来ています。ターミナル21からビーチロードに降りてきたところ、ビーチロードの端っこにいます。ホリデインホテルの近くなんですけど、この辺りの歩道は今工事中です。ビーチを歩きながら、前回の動画、タイリタイア準備移住前にやるべきことについてお話ししていこうと思います。ちなみに今日は10月30日、4時42分、もうすぐ日が沈んで、美しい夕日を眺めながらビーチ沿いを歩いていこうと思います。前回にこちらの動画、タイ移住準備入国前にやるべきこと6個、この続きですので、先にそちらの動画を見てください。この動画の概要欄に URL を貼っています。今日はその続きで、タイ入国後にやるべきこと、 ED ビザ取得後にやるべきこと、その後にやっておいた方がいいことを順に説明しておこうかなと思います。タイ入国をやるべきこと、まずタイの携帯電話番号を取得です。タイの携帯電話の SIM はですね、日本のネットショッピングでも購入できます。ですが、それは旅行者用の SIM なので有効期限があります。それではダメで、有効期限のないずっと使える SIM が必要です。通信会社の窓口に行って購入するのが確実です。僕はバンコクのサイアムにあるショッピングモール、サイアムパラゴンの中の AIS のカウンターで ZIDO SIM っていうのを購入しました。こんなパッケージのやつで、データ使用量が無制限、音声通話あり、 SMS あり、で月額が300バーツです。空港でも買えるんでしょうけども、一番お得なパッケージというのは通信会社のカウンターに行って買うのが確実です。他細かい注点がいくつかあるので、また動画にしようかなと思います。続いて、ノービザ延長と ET ビザ取得の手続きです。前回言いましたように、 ED ビザを現地で取得するにはものすごく時間がかかります。45日必要です。なので、タイ入国後なるべく早くノービザの滞在延長を手続きして、それが完了したらすぐに語学学校へ行って ED ビザの取得手続きをするということをしなければいけません。語学学校の話では、ノービザから ED ビザに切り替えている間というのは、その間に滞在期限が切れても手続き中ということで不法滞在にはならないと聞いてはいます。だからちょっとぐらい遅れても大丈夫だとは思うんですけども、ただある程度余裕がないと語学学校が拒否します。 ED ビザ取得手続きに間に合わないので無理ですとお断りされます。2年前、2020年にも ED ビザ取ろうと思ったんですけど、その時は間に合わないということで断られました。なので、なるべく早く手続きした方がいいです。続いて、国際電話を利用。タイから日本に国際電話をなるべく安く電話する方法というのを試しておいた方がいいです。というのも、突然日本に電話かけなければいけないというケースが出てくるから、あらかじめ試しておいて、必要な時には慌てることなく電話かけれるようにしておいた方がいいです。言うまでもなく、国際電話をそのままかけるとものすごく電話料金がかかります。
一番お手軽なのは楽天モバイルを使うことです。僕の場合は楽天モバイルを使わずに LINE アウトと My050 を使い分けて海外から日本に電話するというやり方をしています。詳しくはこちらの動画、タイから日本に電話する方法を比較検討、ベストはこれを見てください。そのリンクもゼロから始めるセミリタイヤ生活引退に貼ってますんで、そちらからでも参照できます。続いてノルド VPN の登録です。 VPN が何かっていう説明は省略して、 VPN がないと日本のサービスがいろいろと利用できなくなります。一番わかりやすいのが日本の動画配信サービス、それは VPN 使わないと見れません。日本のネットニュースも見れなくなったりします。動画を見るだけじゃなくてセキュリティ面においても VPN が必要になってきます。例えばカフェ、ホテル、レストランにある無料の Wi-Fi に接続するとセキュリティ面が危ないです。海外から銀行口座やクレジットカードなどのセキュリティの高い情報を無料 Wi-Fi に接続して入力すると第三者に悪用される可能性が高くなります。詳しくはこちらの動画で説明していますので見てください。 VPN がノルド VPN を使うべき理由も説明しています。EZビザ取得後にやるべきこととして、タイ銀行口座を開設です。タイのお金を ATM で引き出す際、日本のクレジットカード、デビットカードはもちろん使えるんですけども、手数料がめちゃくちゃかかります。クレジットカード会社だけでなくてタイの ATM を使うにも使用料というのが発生します。そういった手数料に悩まされないためにもタイの銀行口座を作っておくといいです。ですがタイでは外国人旅行者が銀行口座を作ることは原則できません。長期滞在を示すビザが必要になってきます。一番確実なのはワークパーミットを持っている、もしくはリタイアメントビザなんですけども、そうでなくても銀行口座を作れます。 EZ ビザでも作れますし、観光ビザでも作れるようです。ノービザで作る方法も一応あります。それらについてこちらの動画で説明していますので見てください。続いて海外送金です。タイの銀行口座が作れたら日本の銀行口座から海外送金します。 ATM でお金を引き出す際、タイの銀行口座から引き出すので手数料はかかりません。ただ日本の銀行から海外の銀行に送金すると手数料がかかります。普通の日本の銀行でそれをやってしまうとめちゃめちゃ手数料がかかります。海外送金には WISE を使うといいです。入国前にやるべきこととして WISE の登録と WISE のデビットカード作成を申し済ましていますので、あとは WISE を使って送金するだけです。 WISE の使い方はこちらの動画を見てください。続いてタイの運転免許証取得です。もちろん運転免許があればバイク乗っていろんなところ行けるっていうのもあるんですけども、それ以外にも身分証明書として使えます。特にタイの電子マネートゥルーマネーウォレットやラビットラインペイ
を使うにはタイの運転免許証が必要です。まあ、もちろんワークパーミットというのがない場合ですけども、身分証明書として以外にもメリットがあるので、タイの運転免許証は取っておいた方がいいです。詳しくはこちらの動画、日本の免許証からタイの運転免許証切り替え手順というので説明していますので、そちらを見てください。続いてクレジットカード利用付帯の海外旅行障害保険を適用があります。クレジットカードに自動で付帯している海外旅行保険は基本的に3ヶ月で切れます。利用付帯の海外旅行保険があれば、海外で現地で利用すればそこから3ヶ月有効になります。利用付帯の海外旅行保険を適用させるのに最も一般的な方法は航空券をクレジットカードで決済することです。ですが、飛行機に乗らなくてもバス、電車でも適用させることができます。なのですが、日本のクレジットカードが使えなかったりして航空券以外だとなかなか難しかったりします。そういった細かいことをこちらの動画でまとめていますので参照してください。特に JCB、 これがタイではなかなか難しいので、こちらの動画も参照してもらえればと思います。続いてやっておいた方がいいこととして、電子マネーがあります。もちろん現金で支払えばいいっていう方はそれでいいんですけど、電子マネーがあるといろいろと便利です。特に安いタイのローカルの屋台で40バーツ50バーツの料金に対して1000バーツしかない時なんかは、1000バーツ差し出すとお釣りがないと言われることがあります。そうすると小銭を常に持っとかないといけないので財布が厚くなります。現金をたくさん持ち歩くと落としてしまったり、クレジットカードやキャッシュカードを抜き去られる危険もあります。その点、電子マネーに登録しておけばスマホがあればそれで決済できます。クレジットカード、キャッシュカードも持ち歩く必要はありません。そういった詳しいことについてはこちらの動画でまとめていますので参照してください。さらにそのリンク先からプロンプトペイ、トゥルーマネーウォレット、ラビットラインペイ等も詳しく説明してます。やっておいた方がいいこと、タイ語勉強があります。これはタイのどこに住むかによるんですけども、パタヤのように外国人観光客、特に欧米人が多いところではタイ語は必須ではありません。お店でのやり取りは英語が少し話せればそれで全然問題ありません。ちょっとしたやり取りは英語で通じます。ただほんのちょっとでもタイ語を知ってるとコミュニケーションが取りやすくなるので、少しは話せた方がいいかなと思います。ED ビザを持っていればタイ語のレッスンを少し受けれます。それプラスちょっとした勉強してタイ語検定5級ぐらいの文法単語が分かればタイ人と話しやすくなります。僕はタイ語検定5級合格レベルぐらいで、タイ語の勉強をやめたんですけども、パタヤだったらそれで十分かなと思ってます。その内容についてはこちらのブログ記事を参照してください。続いてネットショッピングの利用があります。日本ではネットショッピングとして Amazon、 楽天市場が人気ですけど、タイでは Lazada、 ショッピーが人気です。バンコクではネットショッピングを使わなくてもお店に行けばいろいろ売っているんでそれでいいんですけど、
パタヤはバンコクほどそんなに種類は豊富じゃないので、ネットショッピングを活用した方がいいです。またネットショッピングの方が安いです。例えば電化製品ですと、パタヤではトゥッコムっていう大きなビルが有名ですけど、そこで売られている商品結構パチモンだったり高かったりします。トゥッコムで小さなスピーカーを買ったんですけども、同じ商品がラタダだと3分の2の値段で買いました。それ以外にもラタダで買い物した方がお得です。そのネットショッピング、ラタダショッピーの使ってみた感想をこちらの動画で説明していますんで見てください。これらラタダショッピーも電子マネーが使えます。続いてフードデリバリーがあります。パタヤの中心部に住むんであれば、別にフードデリバリーなくてもショッピングモールのフードコートだったり近くの食堂で食事できるんですけども、観光シーズンの時はフードコートは混雑していたり、ローシーズンの雨季には雨が突然降ってきたりとか、普通にあるので傘を持ち歩かないといけないですし、結構食事しに行くのも面倒だったりします。タイのフードデリバリーは送料がめちゃくちゃ安いんで、お店で食事するのと料金は大して変わりません。それにレストランだとお水でも10バーツ20バーツとしてくるんで、それが送料と同じぐらいになります。そういったことからフードデリバリーも活用した方が快適に過ごせます。なおパタヤではラインマン、フードパンダ、グラブフード、ショッピーフードの4つが使えます。それら実際使ってみた感想とかをこちらの動画で説明しています。参考にしてください。続いてプリントアウトを利用。何かコピーをするとき、日本ではコンビニに行ってそこにあるコピー機にお金入れて自分でちゃちゃっとやればコピー簡単にできるんですけども、パタヤには基本的にコンビニにはコピー機はありません。プリントサービスをやっているお店でお願いします。コピーの料金は白黒で1枚2バーツか3バーツです。日本と大して変わりません。なのですが、スマホのデータを印刷しようとすると料金が高いです。1枚10バーツします。今のレートですと日本円で39円かかります。なのでスマホのデータを印刷する方法というのをあらかじめ試しておいた方がいいです。WA ファーストプリントというのを使うと実質無料でコピーできます。詳しくはこちらの動画を参照してください。最後にやっておいた方がいいこと、ビリヤードです。パタヤにはビールを飲んで、のんびりと過ごせるバービアというのがあります。バービアの7割8割ぐらいのお店にはビリヤードテーブルがあります。ビリヤードができればバーレディとビリヤードしながらお酒飲みながら楽しく過ごせます。タイ語がわからなくても、またバーレディが英語で話ができなくてもビリヤードができれば楽しめます。会話は特に必要ないです。ビリヤードについてはこちらの動画で説明していますので参考にしてください。タイに入国してから約1年、来年にリタイアメントビザを取れる、そのタイ移住準備としてタイに入国後やるべきこと8個、やっておいた方がいいこと6個をお話ししました。前回のタイに入国する前にやるべきこと6個
も合わせて参考にしていただければと思います。今回紹介した動画は全てゼロから始めるセミリタイヤ生活引退にリンクを貼っています。その動画の URL はこの動画の概要欄に貼ってますので、そちらから参照してくださいと言っている間に、パタヤの中心セントラルフェスティバルの前まで来ました。パタヤビーチを20分ちょっと歩いたところで、今日はこの辺で失礼します。